ハンギョレ文学ハンギョレ文学は大韓民国の文芸誌。1993年7月に創刊された大韓民国の総合文学雑誌である。この雑誌は僕在森詩人が生涯のうち意欲的に3度の編集人に参加した文芸誌の一つであったが、最終的には経営難で1998年に廃刊された。 ハンギョレ文学は創刊当時各月刊誌で発行されたが1994年5月に機刊誌に切り替えし経営難で1998年に廃刊されるまで5年の短い期間の間に能力のある新人作家を輩出した。1990年代当時後の竹の子に生まれた文学の雑誌が経営難と商業を目的のために 作家の登壇がまくり乱発されている状況で、ハンギョレ文学者は自流に染まらないため製造により、廃刊を決定した。誇りゆきと兼編集人は、文章誌、主刊は、リバンサイ小説家が引き受け、当時ハンギョレ文学総監を主導した。編集委員は、僕在森詩人、文学評論家、カナウシウ教授、現役東詩人、小説家、リアズマヒロ教授、 文学評論家、院慶史教授であった。創刊翌年の1994年から1500万ウォン、文工料の、ハンギョレ文学賞を制定して、第1回受賞者では、路辞の、火の海が当選された。審査委員は、ソウル大学校、岡一貫寿と、南国大学校リアズマヒロシ士寿、そして、サルトーカン文学評論家が審査をした。 ハンギョレ文学で排出されて文壇に注目を受けた作家は、ロジュ、小説家、川勝武詩人、安重勲佐詩人、ゴチェオール詩人などがある。ありがとうございます。